桜坂46同期地下林、美しく洗練された姿&自然体な表情のギャップで見せる、とある休日の世界観を表現7月31日発売の BLTGRAPH.Vol.104 の表紙、3等に、8月9日公開の映画、新米記者と6個私がやらねば誰がやるで映画初出演にして初主演を務める桜坂46同期地下林が登場する。本誌の表紙を飾るのはちょうど1年ぶりとなる藤吉。この1年で、ドラマ、アオハライド、ワウワウ、作りたい女と食べたい女、NHK 総合、などに出演して芝居経験を積むほか、スタートオーバーのミュージックビデオ再生回数が自身がセンターを務める楽曲では2作目となる1000万回を突破、グループ史上最多となる11万人を動員した東京ドーム 2days 公演、桜坂46フォースアリーナツアー2024新、桜前線、ゴーオンバック、イン東京ドームを経験するなど、ハイスピードで成長し続けてきた。今回のグラビアでは、そんな多忙を極める藤吉の、とある休日をテーマに撮影。映画館にフラッと訪れたり、まっすぐ続く道を雨音を聞きながらのんびりと歩いていたかと思えば、傘を投げ捨て雨に打たれながら踊ったり。何でもない一日のようだが、美しく洗練された姿はもちろん、どこか肩の力が抜けた表情や、楽しそうにはしゃぐ様子など、様々な藤吉花輪が詰まっている。藤吉は、11月23、24日に開催を控える桜坂46、フォースイヤーアニバーサリーライブ、ソゾマリンスタジアムにも出演する。